お、投げた投げた投げた。うわ、すげえ。蜂のトルネード全然刺さってないよ。風だけかよ。よく来たな。どうも、オリチンです。ブルーです。二人合わせてオリチンズです。はい、というわけで今回やっていくのはナースストーリー。何回目だろうこれ。なんとナースストーリー6回目だね。もう6回。この夏時ゲーム意外と長くて、多分過去を一番長くやってるんじゃないかな。確かに。というわけで今回もこの変な夏時ゲームをみんなと一緒に楽しんでいきたいと思います。やった。その前に現在のチャンネル登録者数がブルー、もうちょっとで3万人だ。いつの間に28,888人。8のゾロ目は見れなかったな。全然いい。次は9999が見れるはずだ。絶対見れないぞ。確かにね、もうずっと見てないと見れなそうだな。もうちょっとでみんな3万人だから、このまま高評価チャンネル登録応援よろしくお願いします。そして俺たちの実況が面白いと思ったら知り合いや友達に教えてあげてください。くれちゃい。よし、それじゃやっていこう。婦人服。婦人服ってどういうこと。本来ナースストーリーっていうゲームだからさ、ナースさんの服なんだろうけど、ナースじゃないんだよな。イカゲーム。絶対イカゲームだこれ。イカゲームの服をまずかぶせる。で、今回俺からやっていくね。オッケー、ダサすぎ。頭だけかぶってたらやばいやつだな。はい、しっかり着せます。どうかな。この人廊下に出たされてるんじゃない。怒られてたのかな。さあ次プロだよ。終わり。なんだろう、トイレイコールトイレイコールトイなんかトイレがいっぱいあるけど、臭そう。まあ臭そうだけどね。12時過ぎがあるよ。あ、時計を入れるんだ。時計。おう、なるほどね。スマホと時計があるね。何の関係があるんだろう。これをこう。あ、入ったね。で、これをこうか。で、これをこう。え、何、トイレの時間。あ、わかった。どんだけトイレがかかるかだ。スマホを持たずにトイレに入ったら5分で出てきて、スマホを持ってトイレに入ったら15分は居座っちゃう。で、充電器とスマホだったらトイレめっちゃ長くなるから1時間ってことだ。お尻に避けそう。事件だなそれは。彼は何をやっているんですか。え、何してる。カッコつけてる。カッコついてないけどね。なんか手とか黒いけど、どういうことなんだろう。あ、なんか料理運ぶ人ってこと。ふんどし。何、ほら、ウェイトレス。そういうことか。これなんだろう。あ、そういうことね。いや、料理持ってけ。あ、これ落ちたやつ。落ちたのこれ。なんかプルプルしてるよ。危なくない。これ2日目。マジで48時間立ちっぱなし。化け物だな。すごいぞ。シルクロソレイユみたい。これはね、まず棒を持たせて。棒持ったら余計グラグラになったけど大丈夫なの。3日目も頑張る準備。3日目いけねえだろそれ。はい、これもやるよ。いや、それ片方からかけたらさ、バランス崩しそうだよ。あ、ダメだ。ダメだよ、絶対。やばくなったよ。これで3日目行くか。鬼か。もう、片方もかけてやれ。じゃあ、こっちも仕方ないな。またグラングランになったけど。さあ、彼が必要とするもの、なんだろう。え、なになに。かっこよさ、お金。なんかポケットにお金が入ってるな。本ポケットに詰めれば。ちぎれるだろ、絶対。無理だな。あ、でも、あ、いけそうだ。これ、こういうことなんじゃないの。ほら、お金があればね、付き合えるってことだ。この人でも貧乏そう。言うな。さすがブロー、動物のゲーム。UFO キャッチャーじゃない。めっちゃ楽しそう。でも、景品がない。確かに。これだと、ただの小銭入れだな。これを着てて、あ、商品を置く。うわ、増えた。増えすぎだろ。爆発したぞ、なんか。で、これをつける。お、ついた、ついた。で、これガラス。いい感じ。それでスイッチを押す。お、取れるか。お、取れるんじゃない。やった。あ、止まった。不具合だろこれ。店員さん呼んでこないと。プロジェクターを完成させる。あ、なんか映画見れるんだ。あ、わかった、これあれだ。ほら、よくライオンが出てくるさ、最初に映画見るときにライオン出てくるじゃん。それだ、絶対そうでしょ。あ、先にプロジェクターかな。あ、先に、え、先にこの人、先にこの犬かな。柴田だったね、そういえば名前。あ、わかった、先にこのワンちゃんを、この柴田をここに入れるんだ。違うか。あ、プロジェクターが置けた、置けた、置けた。ここに置いて、で、これをつけて、くっきりだな。プロジェクターにしてはめちゃくちゃくっきりだ。で、柴田を入れる。柴田頑張れよ。
応援されてるぞ柴田。おー頑張ってる頑張ってる。まだまだだな。なんかトムとジェリーみたいな音楽始まったけど消えた。これハギーワギーだ。顔ちぎれてんな。おままごとやったらちぎれたんじゃない。本物の包丁使うな。おままごとに危なすぎんだろ。まずこっちでしょ。で真ん中で頭。おー怖いわ。悪い顔になったな。じゃあもう一回切るか。もう一回は切るな。次私と一緒に焼き菓子を作ってください。何焼き菓子。何焼き菓子ってバーベキューなんじゃないの。はい置いて、で、あ、いや先にケチャップかけちゃったよ。でこれで仰ぐのかな。とうわー臭い。臭いのかよ。さあ次プルオ。それは彼女を幸せに保ちます。なんか幸せにしないといけないんだ。なんかめちゃくちゃ悲しそうだよ。ワイン10杯追加で。ベロンベロンに酔っちゃうから。じゃあコーヒーでいいか。コーヒー飲まないね。じゃあ本読んできなさい。本読まないね。チャックつけなさい。チャックついた。で本読ます。でコーヒーに変える。え、なんか悪い顔になったよ。何読んでんだ。え、デンジャラスじいさん。デンジャラスじいさん、思ってたのと違う。さあ次、彼がガールフレンドを見つけるの手伝って。なんだろう。え、なになに、望遠鏡。蓋、蓋じゃないわ、扉だ。望遠鏡でまず見る。なんか絶対にこれは引っ掛けだ。そんな感じがすんな。ナースが出てくるんじゃない。ナースだからね。ナースストーリーだから。あれ何もできないな。じゃあこれか。なるほどね、こんな感じに見るんだ。で普通の女の人だけど、なんか怒ってんな。いい気なってんね。いい気なってるけど、え何をするんだろう。え、これでいいのかな。なんかメロメロになってるけど、めちゃくちゃ怒ってるよ。この女の人の家にね、知らないこの男の人がいたの。怖いな、この人不法侵入じゃん。彼は絵を仕上げる必要があります。絵を仕上げる必要があります。プロだよ。オッケー、まあこれだね。赤を2本みたいになってる。違うか。あ、これを乗せるんだ。これを乗せて色を混ぜる。混ぜたら何色だ。お、オレンジ。オレンジを乗せる。こっちか。直で行くんだね。うん、ついた。汚れすぎじゃない。使ってない色で汚れてるよこの人。あれこれ前回もあったな。前回は確かね、水着が出てきたんだよね。そうそう。今回何が出てくるか。さあ今回俺の番か。これをこうつけて、確かこう。え、もしこれ一緒のやつ出てきたらさ、そろそろさ、この謎解きゲームも終わりなんかもしんない。そうかも。謎解きゲームって被ってくるとね、もうね、内容がね、同じになっちゃうから。さあ気になる中身はなんだ。せーの、やっぱ母ちゃんの水着。母ちゃんのかやっぱり。いや被り始めたかな。ちょっと待って、マッサージだよ。マッサージではないなこれ。なんかめちゃくちゃ嫌がってる気がするんだけど、こしょばがってんのか嫌がってんのかどっちかでしょう。じゃあバットで叩くか。叩けるか。はい。叩かないね。じゃあハンマーで叩く。死ぬよ。あ、スマホでね電話する。警察に言うのかな。違う違う違うんだ。あ、なんか取れた。取っちゃダメだろそれ。え、男の人もしかして。つけるな、おかしいから。雑巾でいいか。雑巾にはなんねえだろ。男だったよ。ドンビーてやめた。像を完成させる。これ俺か。え、なんだろう。なんか剣とか槍とか持つんじゃないの。そんな気がすんな。時計も怪しいな。時計、あ、時計これだ。円盤投げだ。はい、どうぞ。乗り始めちゃったよ。なんかお腹かゆいんじゃない。あ、お腹かいてんのこれ。さあ次、プロ。像を完成させる。マジック系だ。だいたい鳥かウサギが出るんじゃない。そうかな。何が出るだろう。ちょっとやってみよう。うん、やってみてやってみて。スムーズだね。お、何が出る。お、ゴソゴソ。なになになに。ネズミ鳥で挟まってるよ。はい、どうでしょうか。すごくはないよ。完全に失敗だったでしょ。あ、そっか。レーシングカーはどこにありますか。これ俺か。ないな、これは。なめくじじゃねえもほとんどこれ。キノコの山のあの食べるとこ。食べるとこ、似てるけどな。似てるけどなんか絶対なんか違うな。うわ、かっこよくなった。なんかこれでタイヤつけんのか。ブーストかかるかな。はい、これでこう。え、これなんだろう。これどこにつけるんだろうね。あ、わかった、この辺じゃない。こういう感じじゃない。おお、めちゃくちゃスピード出たよ。はい、このまま衝突します。爆発するぞ。さあ次、銃を作れ。これめっちゃ簡単なんじゃない。
やった。こうして、こうして、こう、簡単すぎん？え？絶対そうだよね。簡単すぎるよね。こう！んーな。カンズ出たよ。あ、僕の。ブルオのかよ。さあ、これ最後だな。やばい、倒されそうだ。どうしよう。どうすればいい？ナイフ取り上げよう。それができたらいいんだけどな。あ、待って、でも、蜂の巣がある。引っ掛けだ。蜂の巣を落とすんだな、きっと。お、投げた投げた投げた。うわ、すげえ。パチのトルネード全然刺さってないよ。風だけかよ。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。いや、まだ続くんだな。そうだね。はい、というわけでね、またこの続き気になった人はぜひ高評価、チャンネル登録、応援よろしくお願いします。お願いします。そして、また人気出たら続き撮っていくんで、絶対また見に来てくれよな。来るよな。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあ、またな。